こんにちは、レガテドリブル塾拓也です。今日は久保建英選手が実際に子どもの頃にやってたトレーニングメニューを紹介したいと思います。この本、実際に久保建英選手のお父さんが書いた本なんですけど、この中に久保選手とお父さんが子どもの頃に2人でやってたトレーニングメニューとかが詳しく書かれてます。実際にこの本の中に書かれてるトレーニング内容は2人1組でやるトレーニングが多いです。なので僕1人じゃできないので、久保選手のお父さん役をやってもらうためにゲストをお呼びしました。マジコスキルズさんです。はい、どうも、お父さんです。今日は何ですか？今日は久保選手、はい、久保選手が実際に子供の頃にやったトレーニングです。はい、おー、久保選手の、じゃあ僕はお父さん役ということで。はい、お父さん役で今日お呼びしてます。わかりました。じゃあ今日は日本を代表するお父さん役を演じきりたいと思います。お願いします。はい、はい、ということでマジコスキルズさんに協力してもらいながら撮影していきたいと思います。それでは行ってみましょう。ゴーゴー。
star standing in the street alone.